やっぱあの盛り方でこうね、置いとくとこれから何できるんだろうみたいな。それでまあ生姜の匂いがしてきて、ニンニクの匂いがしてきて、であの状態でこうバッと出た時に、まあ、ちょっとこうざわつく感じっていうのはちょっとたまらないですよね。で凝ってる人は何回も食べます。女性でも結構ペロッと食べちゃう。とんかつが作れないっていう。そうですね、上ロースがちょっと作れなくなっちゃうので、